吉祥寺通りは、東京都練馬区関町南の梅街道、関町交番前交差点から、武蔵野市吉祥寺南町の吉祥寺駅前交差点を経由し、東八道路京林大学病院付近、世田谷区宮殿の宮殿交差点まで至る道路の通称である。特に、吉祥寺駅付近では、井の頭恩師公園を縦断することから、公園通りと呼ばれる。 吉祥寺の公園通りにある街頭吉祥寺駅前の交差点標識吉祥寺地域の緑の軸の一つとして緑の資源となっている。さらに2020年夏季オリンピック2020年夏季パラリンピック開催に向けて通信インフラである無料公衆無線 LAN 環境を平成27年度11月から無料で整備している。吉祥寺通りには以下の都道の区間が含まれる。 区間、武蔵野市、堺三鷹3 4 4延長、3890メートル福音、16メートル事業、中区間、吉祥寺通り三鷹3.2延長、840メートル福音、16メートル事業施行期間、平成24.6、15平成31.3、31区間、吉祥寺通りから、外観中央 JCT 延長、240メートル福音、 16メートル事業施行期間、編成25.9、26令和2.3、31。ありがとうございます。